前回初めての洞窟探検に行ったネル氏、何度もやられかけながらも無事いろんな鉱石をゲット。今回は作物自動収穫畑を作るぞ。こんにちは、ネルチャンネルです。今日もマインクラフトの方をやっていきたいと思います。前回洞窟探検に行って結構ね、いろんな鉱石を取ってきたので、今回は、自動収穫畑を作っていきたいと思います。で、ちょっと待ってくださいね。はい、今回は、このね、村がここにあるんですけど、この横、松明が今4つ置いてあるんですけど、ここに畑を作っていきます。こっからかな。今回は多分14×15 ぐらいの畑になってると思います。あ、違った。ここは埋めて。で、今これは水が流れるね、水路を作ってます。ちょっともしかしたらずれてるかも。よし。ここのね、今掘ってある中に作っていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8 多分合ってると思います。では、そう道具を全然持ってなかったですね。今回の道具はもうここに準備してあります。柱を建物にしたいんですけど、柱をね、建てるために原木が20個。で、多分、この木がね、結構必要になると思います。で、あと、水をね、自動で流すための装置を作っていくので、材料がこんな感じです。あ、水だ。バケツあったっけ？おっと、バケツを忘れた。取ってきまーす。あ、そうそう。で、前回ね、洞窟探検行った後に結構松明を作って村に設置したのと、こうね、この辺ボコボコしてたんですけど、この辺を綺麗に整地しました。あと村も全体的にね、他にもボコボコしてたところなんかは、結構綺麗にしてあります。はい、こんな感じで水が入れ終わりました。じゃあ次は建物をね、作っていこうかな。ちょっとこっちからにしよう。あ、間違ってる。ここじゃなかった。ここですね、柱は。1,2,3,4,5 と。1,2,3,4,5。OK。で、こっから、なんだろうな、発射する装置になっていくんですけど、1,2,3。で、1。で、1,2。で、ここかな。で、1、1、2の3。
かな。で、1、2、3、うん、こんな感じかな。ちょっと一回ね、いらないところはあんま無駄な資源を使いたくないので、土で埋めます。装置的にはこんな感じで、あとね、一番後ろに、で、後ろの壁を作っていきます。一番上はね、ガラスで囲うつもりです。で、ここになんだっけ、ドロッパー違う、ディスペンサーかを置きます。ちょっと寝に行かなきゃ。おやすみなさい。うん、なかなか順調ですね。もう持っていこうかな。よし、じゃあここに発射装置を置きます。うん、こんな感じですね。ちょっともうレッドストーンを置いていこう。レッドストーン置いてくんの忘れた。ここにボタンを設置。ちょっと水入れてちゃんと流れるか試してみましょう。あ、間違えてる。よいしょ。よし、いきますよーと。お、流れてる。あれ、なんか違う気がする。ん、ちょっといろいろおかしいので、ちょっと手直しします。うん、もう一回ちょっと流してみたいと思います。お、流れた流れた。あ、うまくいきましたね。よかった。うんうん、いい感じです。よし。じゃあ、この下にね、チェストとホッパーを置いていきたいと思います。あ、チェストは、これを壊そうと思ってたんだ。持ってるかなぁ。まあ、いいや、一旦、壊しまーす。ホッパー設置。これで、どうかな？あ、いい感じに。さっきね、砂が、落ちたのが流れましたね。また暗くなってきたな。ちょっとだけまた作業してから寝たいと思います。
ようございますと。うん、いい感じにできてます。あとはね、なんか木とかね、ガラスとか貼っていくだけなのですが。そう、私ね、こうやってマイクラの動画もたまに上げてますけど、普段は結構でも最近ないんですが、もともとは遊戯王のね、動画を上げてるものなんですけど、この前ね、久しぶりに対戦動画を上げたら、結構皆さんからコメントいただいてね、すごい嬉しかったです。で、あとね、結構、なんでああしなかったの？こうしなかったの？みたいなコメントとか、結構対戦だともらったりするんですけど、正直言うとね、私、そんなすごい詳しいわけではないので、使うね、タイミングが遅れちゃったり、なんか気づかないこととか多いんですよね。もう一体特殊召喚モンスターできるとかいうのがあっても、気づかないで、ああもうこれで終わりだと思って攻撃しちゃって、そのまんまだったりで。本当はね、その昨日の対戦でも多分、高校ワンキルできたかもしれないんですけど、もうね、すっかり忘れちゃってて、使ったりするのをね。もうよくそんなことをやるので。はい。ちょっと電話かかってきたんで中断したんですけど、また続きやっていきたいと思います。と、で、横とかはね、板ガラスを貼っていきます。板ガラスがなくなった。まあ、遊戯王のね、ことで何が言いたいかと言いますと、なんかただね、プレミとか、まあ、プレミとは言わずとも、もっとモンスター出せたじゃんっていうところはあったりね、するんですけど、なんでこういうの、ね、トラップ使わなかったのとか、あるんですけど、まあ、私には、そんな、頭の回転も良くないし、プレイも上手じゃないということで、今後もね、ご了承いただければと思います。お、これでほぼほぼ完成ですね。やったー。あとはちょっと中にね、松明とか、つけていきたいけど、松明も少ない。それでは、最後、耕しと種植えをしていきたいと思います。ありゃ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 いい感じ。よし、じゃあ種を持ってきます。よいしょ。じゃあここのチェストも移動させて。うん。じゃあ種を植えていきます。完成。
うん、もう育ってきてる。うん、なかなかいい感じにできましたね。うん、じゃあ今日はちょっとね、この作物が育って全部ね、このチェストに収穫できるかまで確認してから終わりたいと思います。それまでしばしお待ちを。はい、というわけで、無事小麦も全部、おー、クリポ来た、やばい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 、どこだわかんない、うわー、ちょっとこんな時にクリーパーさん来なくてもいいじゃん。はい、クリパさんにね、爆発はされましたが、無事、小麦は育ちました。ということで、小麦を育つの待ってる間に暇だったんで、もう一個ね、こっちに同じ装置を作って、こっちは小麦と奥がジャガイモを育ててます。うん、うん、うん。じゃあ、一気に流してね、どのくらい取れるかやってみたいと思います。いきます。あ、ちょっと待って、視点。うん、視点もよく変えても見づらかったんで、ここで押します。ポチッと。来ました来ました。おー、いっぱい取れてる。うんうん。で、これで全部ね、流れたなーって思ったら、もう一回ボタンを押します。さあ。まだね、ホッパーだっけの中に入ってると思うんですけど、どうかな、こっちは、あ、まだ入ってますね、たくさん。ちょっとこれが全部流れ切るまで種でも植えてましょう。もうこれでね、いずれ村人さんと交易をしたいなと思ってるので、これでね、パンっていうかね、小麦の心配はもうないですね。人参がね、ゲットできないのが、ちょっと残念なんですけど、まだ。早く人参とかね、他の野菜とかもゲットしたいですね。あ、あとね、天井に、なんだっけ、ジャコーランタンか何かして、光源をね、取り入れて、まあ、夜活動することはあんまないとは思うんですが、夜でも育つようにしていきたいなと思います。そろそろ終わったかな？あともうちょい。それではチェストの中身、見てみましょう。ポチッと。お !104! 小麦が取れてますね。で、種が2スタック、3スタックないぐらいですね。はい、というわけで、作物自動収穫畑が完成しました。うん、これでね、もう村人さんたちとの交易にもね、困らないとは思うし、小麦の部分では。で、あと、なんだろうな、今後は羊とか牛とかもどんどん増やして、いろいろやっていきたいなと思っているので、小麦はどんどん育てたいと思います。次の動画もまた見てください。以上、デルチャンネルでした。